みずきー、今、ちょっといいんああ、大丈夫だよ。じゃ、入るね。ん<お>またやまじの動画作ってたんだ。みずきほんとこれ好きだね。お姉ちゃん、みやまじゃなくてミラマジね。ミラマジ。ミラクルマジックガールララ。魔法少女ララが戦う激アツアニメです。んで、 ミアは主人公の敵でライバルの女の子。間違えないように。ああ、そうだったそうだった。ははは。ミズキがいつもミアちゃんの話するから、間違えちゃうんだよね。まあ、確かに紛らわしいけど。ていうかお姉ちゃん、何か用があってきたんじゃないのああ。荷造りついでに部屋の片付けしてたら、昔作った服が結構出てきてさ。ミズキ、いる この段ボールの服全部なんだけどえ、本当？見てもいいへえ、こんなのも作ってたんだお姉ちゃん、ほんと服作るのうまいよね <laughs> ありがとうまあ、こっちの専門学校じゃ全然ダメだって言われたけどねでも、フランスの学校では天才だって言われたんでしょ 天才ってさすがにそこまでは言われてないってばでもこっちでは先生に先鋭的すぎるって言われてデザイン画もろくに見てもらえなかったし就職の時も門前払いくらってばっかりだったから認めてくれる人たちがいるって分かった時は本当に嬉しかったなお姉ちゃん すごく頑張ってたもんね。ちゃんと分かってもらえて、僕も嬉しいよ。向こうに行っても、頑張ってね、お姉ちゃん。ふふふ。ちょっと気が早いんじゃない出発は来月なんだから。でも、ありがとう、水木。水 <laughs> 木 <laughs> は、最近どうえ <laughs> ああ<ー笑>、 まあ学校とかいろいろ面倒だなって思う時もあるけど好きなアニメもあるし動画作りも楽しいしまあまあ充実してるよ <laughs> そっかそれならいいんだけどもし何かあったらいつでも相談してねこうやって話せることも少なくなりそうだから <laughs> うんそうだね ありがとう、お姉ちゃんでも心配しなくて大丈夫だよ僕は僕なりにちゃんと今を楽しんでるからさ <laughs> そっかえ本ほんと食べる食べるお姉ちゃん行こうあ,あれお母さん 私,私入っていいあう,うん散らかってるけどじゃ入るねーって <laughs> 私の部屋よりは全然綺麗でしょう <laughs> そうかもねあねえみずきこれ見てよ片付けしてたら昔の写真見つけたんだへえ<ー> <laughs> 懐かしいね ほらこの時のことを覚えてる二人でお揃いのリボンつけたよねあの時のみずきすごく可愛かったなそうかなありがとうみずきねえ一緒にお昼食べないお母さん今日フライドポテトあげてくれたんだよごめんまだお腹空すいてなくてそっか 食べたくなったら、声かけてね。温め直すから。<laughs> うん。ありがとう。<laughs> じゃあ、何かあったら、声かけてね。<laughs> <laughs> あれ水木の部屋、ドアが開いてる。水木。 そろそろ支度しなきゃ。あ、それでね、このトルソーを、瑞ズにあげたくて。えさすがに大きくて持っていけないからさ。私だと思って、瑞ズの部屋に置いておいてよ。また前みたいに服を作りたいなって思ったら、使ってもいいし。<laughs> あと、はい、これ。 リボンうん。一番お気に入りの生地で作ったの。かわいいでしょいつかまた、必要になった時のためにね。でも、僕は。大丈夫だよ、イズ自分の好きを。無理に捨てなくていいんだよ。今まで話したことがなかったけど、私もね、何度も夢を捨てようと思ったの。でも、 私の作った服やリボンに、水木が喜んでくれてたことを思い出して、捨てずに済んだんだ。お、お姉ちゃん。いろんな人に、いろんなことを言われるかもしれない。でも、忘れないで。何があっても、私は水木の味方だよ。水木が進みたい道を歩いていけるように。 どう応援してるよ <laughs> すっごい大きな荷物だなお姉ちゃん何送ってくれたんだろうおお、<わ>すっごいたくさん服が入ってるこれお姉ちゃんが作ったやつだよねああこんな服まで作れるようになったんださすが 海外で活躍してる若手デザイナーさんは違いますなあんん,なんか奥にちっちゃな箱も入ってる何だろうわき綺麗なリボンんメッセージカードもついてる何何 <laughs> お姉ちゃんったら大袈裟だなおい、アンあ,あこの声ナギさん、タイガおじさんやっほー、アン、きょうもあさんうん、もう3時間くらいやってるんだ2人はお父さんに会いに来たの そうだよ。今日のイベントの準備もあるしね張り切って歌っちゃうから楽しみにしててようん <laughs> 楽しみだなアアンは本当に凪になついてるなでケンはまだ家かううん、うん、お父さん誰かから電話かかってきてどこか行っちゃったんだ練習見て欲しかったのにああそういえば メジャーデビュー前の子たちにいろいろ相談したいって言われてたからそれかなケンのことを頼りにする奴らが多いんだよな俺と違って面倒見がいいからとかなんとか言って大我だって案外助けちゃう方じゃんそういえばこの前もアイス落として泣いてラコ、慰めてたそりゃあほっとくわけにもいかねえだろう俺はアイス落としたら世界の終わりだって思うからな確かに 私も一日中落ち込んじゃうかもアッハ二人とも大げさだなもうあそれじゃあギさんおじさん私の歌聞いてくれないいっぱい練習したからいい感じに仕上がってるよおそれじゃあ聴かせてもらおうかな半端な歌だったら寝ちまうからな大丈夫だってば昨日お父さんもいい出来だって言ってくれたし へえ、剣豪それなら期待しちゃおっかな。うん。それじゃあ行くよ。あん。工事現場は危ないから、あんまり近寄るんじゃないぞ。はーい。もう、お手本みたいな生返事だな。でも、本当に危ないから近づかないようにね。わかってるって。まあ、ちょっと気になるけど。そういや、俺たちも。 昔は夜の学校に忍び込んだりしたもんだなえそうなのあちょっとタイガーそれ今言わなくていいでしょ忍び込んだというか忍び込まされたというかギがあんなことをしなきゃな何ナギさん何したのどうして忍び込んだのああもうその話禁止うーん。 教えてくれたっていいのに。案がもうちょっと大きくなったらね。それより、ほらほら、もうすぐ家だよ。うん。ただいままままままーお、おかえりエム今日も元気いっぱいだね。お姉ちゃん、ただいまーすぐ夕飯だよ。お兄ちゃんたちももうすぐ帰って。あ。ただいま帰りました。 ちょうど帰ってきたみたいだね。おかえりなさーいエムこのマリネとってもおいしいよ。料理長もおすすめって言ってたし食べてみなよ。 ただいまただいま。ただいまお仕事お疲れ様えへへへああって何笑ってんだうんーなんでかなでもなんだか嬉しくってはあたく相変わらずだなお前はあたしねお兄ちゃんたちと一緒に頑張れるのがすーっごく嬉しいのだから 一緒に頑張ろうね。お兄ちゃん。あ、あ、そうだな。たく、それはもうわかったから、ガキはとっとと風呂入って寝ろ。はーい。海海、みんなで海。たくスキップまで仕上がって。あ,あ、ここには大きな木があるんだよ。木ああ、欅だ。 皇祖父が植えたもので、かなりの大木になっているすっごく大きいから、木登りも楽しいんだよお兄ちゃんたちとも、いっぱい登ったよねそうだな、昔、翔介が登って降りられなくなっていたな余計なこと思い出すなってのお兄ちゃん、ようこそ、いらっしゃいお、おい 急に突撃するなって言ってるだろうがおはようよビヨーン今日もワクワクワンダホーイおはようエムあお兄ちゃんも起きてきたんだねああ今日は朝一で会議だからなあのねお姉ちゃんさっき上でお兄ちゃんから聞いたんだけど今はナイトショーがどんどん人気になってって前よりいっぱいお客さんが集まってるんだってえそうなの ああ、本当だ。今月は前月比112%増になるそんなにあのショーやっぱりすごく人気なんだねああそれに宣伝公演の効果も少しずつ出てきているようだ <laughs> とっても嬉しいなあ <laughs> 朝からうるせえなあおはよううちゃん今日はなんだか眠そうだねああ 昨日の夜兄貴とあれこれ考えてたからな。隊長アイデアいっぱい持ってきました誰が隊長だ誰がうん。それでは見せてもらおうか、M 隊員。乗るのかよはいこれで全部だよなんつう数のアイデアだ。こんなん、いつの間に考えてたんだ 起きた時とか学校に行ってる時とか授業中とか学校から帰ってる時とか寝てる時とか。ああわかった。わかった。しかし、これらのアイディアを実現するのは骨が折れそうだな。現地までの送迎は数年ぶりに新調した。俺の自慢のクルーザーで俺自らやってやる。やったー。お兄ちゃんのクルーザー久しぶりだー。昔、一回乗せてもらったことはあるよね。 その後は乗せてって頼んでも、ずっと嫌だって言われてたけど…お前が海に手を突っ込もうとして落ちそうになったり、走ってる船のヘリに立とうとするからだろう。だが、今回は宣伝大使を頑張っているから、そのご褒美にということだなはあいや、そういうわけじゃえー、そうだったんだありがとう、お兄ちゃんあぁ…

ああ待たせて悪いもう来なかったらどうしようかと思ったよせっかくレオニードの皆さんに誘ってもらったのにそうだな今日は楽しもううん2人で見られるのは最後だけど思いっきり楽しもうねああおお兄ちゃん 次、レオニードだよ。<laughs> あ,あこんにちは。レオニードです。今日はいつもの曲と一緒に、新曲も作ってきました。全力でやるので、最後まで聴いてください。 兄ちゃんとここで最初に聴いた曲だこの曲を最初に聴いた時はすごくびっくりしたなまるで私たちを応援してくれてるみたいであの時は父さんと母さんの離婚が決まってずっと落ち込んでた花野が目を輝かせて気づいたら俺も花野も笑っていたんだったな <laughs> <laughs> ありがとうございましたいいかちゃんと朝飯は食べるんだぞ授業で頭が回らなくなるからなもう分かったってばお兄ちゃんってばいつもそうなんだから本当にそういうところ昔から変わらないよねそうだな本当に大丈夫だよ心配しないでお兄ちゃん花の それじゃあ私、行くね。次の電車に乗らないと遅くなっちゃうからああバイバイお兄ちゃん <laughs> 花野またライブに行こう新しい家族と仲良くなれたら絶対に行こう